マツダのスカイアクティブ技術と鼓動デザインを全面的に採用したコンパクトカー、今回はマツダデミオのご紹介です。長さ4060mm、幅1695mm、高さ1500mm、フロントマスクはマツダ特有デザインのシグネチャーウィングが印象的。リアにはスカイアクティブ搭載車を表すエンブレムが装着されています。メッキグリルとの一体感が印象的なヘッドランプ、前方の視界を明るく照らします。ハイマウントストップランプには寿命が長い LED を採用、強い明るさで周囲に自社の存在を知らせます。キーのリモコン操作で離れた場所から全ドアの解錠・施錠が行えます。エンジンスイッチは運転席の左側にあります。キーを携帯してブレーキペダルを踏み、スイッチを押すとエンジンが始動、合わせてメーター類も起動します。ステアリングの左奥にはワイパー、ウォッシャースイッチ、その反対側には方向指示器、ライトスイッチがあります。運転席の右側にスイッチが集約されています。滑りやすい路面での駆動輪の空転を防ぐトラクションコントロールシステムと、急激なハンドル操作による車両の横滑りを抑えるダイナミックスタビリティコントロールを停止するスイッチ、システム停止中は表示灯がつきます。アイドリングストップの機能を停止するスイッチ、機能をオフにするとアイストップ警告灯がオレンジ色に点灯します。ヘッドランプの照らす方向を下向きに調節するスイッチ、スイッチの数字が大きいほど下向きになります。インパネ中央にオーディオを設置、エアコンはそれぞれのダイヤルで温度、風量、吹き出し口の設定が可能。セレクトレバーはスムーズに操作できるストレート式、 D から右に入れるとマニュアルモードになり、手動で変速操作が可能です。シフトポジションはメーター左側のモニターで確認可能です。セレクトレバーのそばにスポーツモードに設定できるスイッチがあります。前方に押すとスポーツモードとなり、メーター左側のインジケーターが点灯、アクセルペダルを踏み込んだ時の車両応答性が高められます。室内を明るく照らすルームランプ、サンバイザーには身だしなみのチェックに欠かせないバニティミラーがついています。フロントドアにはボトルホルダーがセットになったドアポケットがあります。エアコンスイッチの下に USB 端子と AUX 端子、アクセサリーソケットがあります。そばには小物を置くのに便利なトレーがあるので、スマホなどの充電に便利です。運転席と助手席の間にドリンクホルダーを用意、その後ろのコンソールマルチトレーは中の仕切りを外して広く使うこともできます。助手席の正面には車検証の収納に便利なグローブボックスがあります。左右のリアドアには小さなドアポケットがついています。助手席の裏側には雑誌などの収納に適したポケットがあります。リア席の両サイドにコートフックを設置しています。ラゲッジルームは収納スペースとして程よい広さを確保、シートアレンジなしでも
普段の買い物に使いやすい広さです。ラゲッジルームランプは左側に設置、スイッチでオンとオフの切り替えができます。デッキボードをめくると緊急時に役立つ修理キットや工具が格納されています。リアシートは左右の肩口にあるノブを押して背もたれを倒すことが可能、手軽に荷室を広げることができます。普段の買い物やお出かけにぴったりの1台、マツダデミオのご紹介でした。